こんにちは、最強クイズ王法人カプリティオの古川です。あれ、そんな挨拶だっけ。最強クイズ王集団カプリティオチャンネルの古川です。よろしくお願いします。さあ、ということでミリオンダウトやっていきたいと思うんですけども、さあ今日はどんな感じにしましょうかね。何かね、技を見せれたりするといいなとも思いながらやっていくんですけれども、さあ収録は平日の昼下がりでございます。昼にね、ちょっと脂っこいものを食べたので胸焼け気味なんですけれども、はい、ハートのジャックの方よろしくお願いします。さて先行ですね。なるほど、まああんまりいいのがないですね。そうですね、まあ減らす方向ですね。はい、まあなんか大きなブラフとかかけていくのもいいんですけど、まあジョーカーがありますんで、なんとかこう立ち向かえるだろうというところですね。縛りに対してはパスを出していきます。なんとかこう何枚くらいで落ち着くかって感じですね。10に関しては12をもう表で出しちゃおうかな。表で出します。まあ、こっちは持ってるぞっていう一応アピールですね。で縛ってきた。まあ、キング2枚やったのをバラバラに出したんですね。じゃあ残りの手もまあそれなりにいい可能性はありますね。なるほどな。10出してキング出してキング2枚と、これは本当は結構ありえますね。難しい。ただここ難しいですね、これは。キングキング1046何かの階段ともう一枚か、ありえなくはないが、嘘も十分ある局面ですね。一回ダウトかな。よいしょ。あ、ジョーカーをね持ってましたか。まあ、ジョーカー自分が持ってるんでね、ジョーカーはまあ普通に比べると確率少ないということでダウトしましたけど、やられましたね。ちょっと減らすという目標から遠のいてしまいましたね。もうちょっと割り切って3枚負けを選ぶべきだったかなという感じがしました。ちょっと欲をかいた感じがしますね。まあ、僕どっちかっていうと結構勝ち目があるときは勝ちに向かって動いてしまうタイプなんですが、もう少しね堅実にやってもいいかなという気持ちもしますが、まあ、動画なんでできるだけ勝負はしていきたいなとも思いつつ、スペードの7の方ですね。スペードって結局ね、嘘つかないしダウトもあんまりしないんで、その堅実に強いんですけど、なんかその読みやすくもあるんですよね。全部本当だなって思ってればいいっていう感じもするので、スペードの人が嘘ついてくると厳しいんですよね。こういうのも本当に見えちゃいますよね。じゃあダウトしない特徴を生かしてこういう風に出してみましょう。はい、相手はスペードの性格なんで、なかなかこれダウトしないで次出したいんじゃないかなと思いますね。はい、次何出すかによりますが、次は、はい、さらに裏でしたね。なるほどって感じがしますが、で僕がやりたいのはこんな感じかな。2を重ねます。これで相手にもバーストプレッシャーかかってるし、貴重な2をねここに使ってきてるっていうのが、まあ、本当っぽいかなって思ってもらえそうな気がします。ダウトをしない性格の人には刺さりそうな嘘出しですね。はい、ありがとうございます。これでパスをもらいました。こっからのやり方は難しいですね。どうしようかなって感じがしますが、まあ順調に1枚ずつ出していきますか。最後2枚出してもいいんですけどね。まあ相手の持ってる大きなカードが最後出てきてどうするかっていうところになってくるかなと思いますが、どうでしょうね。あ、結構考えてますね。単純に一番でかいカードを出す局面かなとは思うんですけど、ああなるほど、それを持ってたんですね。これはお見事、パスしましょう。まあ1枚負けは確率なんで、ここは手堅くいったって感じでしょうかね。エース、これパスしますね。絡んでもしょうがないので。ということで結構まあ僕としては悪い手だったのが収まったという感じでしょうか。
まあ、こういうプレイを続けていると基本的にあんまりレートは下がらないかなっていう感じがしますよね。はい、待ち完了。同じ方ですね。はい、まあ、結構スルーしがちな印象のある方だったけど、いやー、なるほど、よし、わかりましたよ。こうです。で、相手の方がダウト。お、これはいいですね。で、まあダウトの根拠としては相手が7を持っていた可能性があるので、こう7を潰します。で、ここで、バンザイアタックというのを仕掛けたいと思います。バンザイアタックというのは、相手が今8枚あって、この僕が6枚あるので、これ出すとダウトしたらバーストですよね。でもこれスルーされてしまったら、僕残りの2枚こう3と4なんで、もう結構勝ち目ないですよね。だからこのダウトしてくれっていう、ダウトしなかったら俺負けちゃうけどダウトしてくれっていうので出すのがバンザイタックです。せーの、バンザイ、よいしょ。これをダウトしてくれれば僕の勝ち、しなかったら結構相手が勝っちゃう可能性がでかいなという印象ですね。バンザイ。相手の方はねスペードなんでダウトはしづらいとは思うんですけど、まあ、7以上の2枚は持ってなかったんじゃないかなという印象ですね。さあ、このバンザイ通るか通らないか普通だったらね、あー通った、やったバンザイ成功ですね。はい、ということでバーストになりました。いや、これはうまくいきましたね。僕の一番強いカードが7だったんで、これくらいしか勝ち目がないかなと。まあ、ただそのバンザイアタックが不発に終わったとしても、こっちが変に絡んでいかなければ、あの2枚負けでね済みますんで、そういうところもいいかなと思います。さあ、待ち完了。ダイヤのエースの方、強い方ですね。お願いします。さあ、ダイヤは何をしてくるか分かりませんからね。さあ、高校を取りましたが、どうしておこうかな、難しいとこですね。10、縛りますか。これはね結構難しいなという印象ですね。どうしようかな、ちょっと機嫌を伺ってみますか。クイーン2枚、ダウト。なるほど、高めのカードは2枚おそらく持ってない、付き合ってこなかったですね。まあ、9とクイーン戻してきた。なるほど、難しいとこですね。どうしましょうかね。なるほど、これは本当っぽいなと思っちゃいますね。スルーパスしますか。次の2枚は結構許せない感じがしますね、僕としては。どうでしょうかね。なるほど、これを持ってたからっていう主張なんですね。残り2枚が何なのか難しいとこですが、このままスルーしてしまって負けたら6枚負け、8枚負けに増える、2枚増えることに対するよし悪しですね。ダウトですね。はい、なるほど、ジョーカーを使ってきているので終わりかな。まあスルーして6枚負けだったところが8枚負けに増えたという印象でしょうか。まあそうですね、この5が本当だったのかっていうのが結構気になるところですよね。そういう方はですね、この左下のリプレイというのを押してみましょう。そうすると今戦われた試合が見ることができます。そして、こういうふうにですね、一手ずつ振り返ることができます。10に対してキングを出しました。縛って、これはパスでしたね。そしてうちのこのクイーン2枚にダウトしてきた。まあ、向こうがクイーン2枚持ってたからだったんですけど、さあポイントはここですね。はい、このクローバーの5ともう1枚の5が、嘘だったらこれを見逃したのが結構僕の今回の敗因ということになるんですが、この真実を見るというボタンを押すとですね、この持っているかけらを1枚1個使ってカードの裏を見ることができます。このかけらというのは基本的にログインボーナスとかでもらえるものなので、貴重なんですけれども、この相手がですね、
必要な欠片何個だよって勝手に設定していいんですね。なので見られたくない人は高く設定してるんですが、この人は1個ということで見てみましょう。実際はどうだったのかな。あ、本当ですね。なので、まあ、ここでダウトしても傷口が広がるだけだったというようなことでした。現実的にはクイーン2枚のブラフがすごく無駄だったなということになりますね。クイーンから打ち回してれば勝てたかもしれなかったという試合でした。なかなか難しかったですが、結果論って感じですね。はい、まあ6枚負けのところから8枚に増やしたのはまあまあありかなとは思いつつも、もうちょっとねうまいことできればいいかなと思いますね。はい、待ち完了。ハートの8の方よろしくお願いします。さて、はい、なるほど。あ、これは手がいいですね。これはまあ結構勝ちかなっていう感じはしますが、あー、しょうがないですね。これはもう8切りを、僕8切りね、なんか取っておきたくなっちゃうんですよね、結構っていう癖がありましてね。さあ、相手の方はこれをスルーするかどうかって感じですね。あ、スルーですね。まあ難しいですけど、確実な勝ちやすさでいくとこっちからですかね。本物っぽくなっちゃうんですけどね、2を1枚だけ出すと、この後に出てくる階段が。で、まあジョーカー乗せなかったということですね。で、まあこれを出すと。で、まあ2の後に出てくるんで、これ本物っぽいなって結構思うんじゃないかなと思うんですけどね。まあ致し方ない。こっちを先に出すと、押し付けた時にこのジョーカーを渡せないんですよね。2の上にジョーカー出ちゃうので。ということで今回は美味しい結果になりました。はい、まあ手札が良かったのでそのまま勝ったという感じでしょうかね。はい、これで8枚勝ちでございました。よいしょ。さあ、どんどんやっていきましょう。なんかね、ドキドキする試合もやってみたいですけどね。はい、ダイヤの5の方です。よろしくお願いします。さて、どんな手かな。なるほど。はい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 。いやー、でもこのダイヤの方なんでダウトが多そうなので、ちょっとブラフをね、5、6の階段ブラフが見えるんですけど、まあ手がいいのであんまりそうする必要もないかなという感じもしちゃったな。これね、8で切るのもありなんですけど、まあこれで例えばダイヤのキングとかで縛ってきた時にね、こっちが裏で出すとダウトできるかなっていう、ダウトを誘えるかなっていうところもあって、まあ10を重ねてみたわけですが、はい、こんな感じで、まあ、これにダウトが入るかどうかくらいですね今回は。まあ、これ上に乗ってきてもダウトしちゃう感じですかね。戻ってくるのが2、2枚とエース2枚なんで、これでですね、これはダウト、本当だとしてもダウトした方がいいところかなと思います。はい、本当でした。お強いということで、何が戻ってくるかなってところですね。何が出るかなですが、全部来た。終わっちゃうの？どういうこと？いやー、そうですか。これは終わりますね、おそらくは。本当だよな。8枚、6枚が8枚ですか。このパターン多いですね。ダウトしますか。一応そうですね、エース2枚に2を乗せて全部、まあ全部やったのはもうブラフットも取れるのでね、なんとも言えないですね。まあダウトしましょう。本当の可能性があると思いつつダウトですね。お、やりましたね。こういうのはいいですね。渡しましょう。
で、まあ間違いのないように相手はまあ8と6のペアがあるとしてもそのペアしかないですからね。まあ8のペアがあったらまだしてるので、まあペアはないということになりますね。でこれでいや本当なのって感じですよね。相手はこのブランクの2枚見えてないので、さあ、あーもうスルーですね。悩むことをしてきましたね。いやでもね、これはちょっと信じがたいですよ。8と6、2枚持ってるんだったら8切って6、2枚出しますからね。これはちょっと看過できない。これはダウトだと思いますね。よいしょよいしょと、あキングだったんですね。はい、まあこれはちょっとラッキーかな。ちょっとドキッとしましたけどね。はい、8切って、よいしょ、フィニッシュです。そうですね、まあ期待値を考えながら動いたのが良かったって感じですかね。ただまあ8枚負けしてた可能性もあるので難しいですね。ただあの6枚負けが8枚負けに変わって、その間で今回は5枚勝ちに変わってるので、まあ、リスクとリターンを考えてどっちが良かったかって感じだと思いますね。まあ、強いのを放出しきった後は残りがねカスみたいになってる可能性も結構ありますので、ハートの8の方、よいしょ。高校でこの手はあんまり良くないと見ますね。どうしようかな。ハートですからね、嘘ついてる可能性はありますが、じゃあ得意のやついきますか。ゴミをどんどん処理していくっていう考え方ですね。まあハートスペードの方に有効ですよね。このダウトを基本しないよっていう傾向にある方なので、まあこれもスルーして、まあ、バーストプレッシャーかかるんですが、こうしちゃうのが結構強い印象ですね。でまあこれには基本スルーが入りやすい印象です。まあダウトされるかもしれないですけどね。レートの低い方だとダウトしてくることがあるんですよね。まあそういうふうに勝負をかけているので、レートが上がってこないということで、ということでね、普通にダウトされましたね。シンプルダウトですね。まあエースをね向こうが2枚持ってたとかね、そういうことであれば全然ダウトもあるかなと思いますので、はい、まあゴミ処理2回が万能じゃないということがねバレましたね。バースト負けでございます。まあレートの高いハートスペードの方だと、まあレートを大事に戦いますからね、結構刺さりやすいんですが、結構そうですね、レートの低めの方だとなりふり構わずダウトしてくる可能性もあるので、相手のレートに合わせて戦うっていうのも意外と大事かなと思います。さて、マチカン両ハートのキングの方、強い方ですね。よろしくお願いします。まあ、こういう方は結構そのダウトをあんまりしてこないかなという印象です。あーなるほど、まあ単調ですけど7枚勝ちを目指して頑張るって感じになりますかね。まあそうですね、ジョーカーを持ってたらここが出しどころですね、相手の方は。まあ、僕はこの7、8、ジョーカーの階段と8切りがあるのでまあこれで負けはなくなりましたね。あとはまあダウトしてもらえるかどうかっていう感じですけど、よいしょ。まあエース2と出してますからね、なかなか疑いづらいところですよね。スルーされがちではありますね。相手の方はハートの方だったと思うので、ただバーストプレッシャーはかかってないんでね、ここは一発こう攻めるってこともあり得る局面ではありますが1と2を連続で切ってるあたりはいかにも本当っぽいなっていう空気がありますよね。さあ結構考えてますけどね、時間使ってねしっかり考えるのはいいことだなとは思いますね。
まあ、向こうからするとすごいですよね。1、2、階段、残り2枚のフィニッシュを持ってるっていう内訳になってるので、僕の手がそんないい手あるかって考えたりするわけですけど、はい、お見事、さすがでございますね。スルーになりまして、8を僕は切りまして、はい、出すということになりました。はい、7枚勝ちです。さあ、じゃあ次あたり最後にしていきましょうか。マッチング中です。さあ、なんか面白い戦いありますかね。あ、また同じ方ですね。さあ、強い方でしたが、今回はどうなるかといったところ。今回は私の手が悪いですね。地味な戦いになりますが、減らしていきますか。まあ、縛りを入れっていう感じの表出しですね。あら、なんだか不穏な空気。2で切っちゃいましたね。77。僕は7持ってますけどね、2で切った後って結構本当っぽい気がしますよね。さあ、考えどころですね。2で切ってきて、相手は77に対して、こっちがまあ77に出せる2枚があっても普通ですよね。その後、向こうが上にかぶせるものを持ってるのはほぼ間違いないと思います。まあ、クイーン以上の2枚とかを持ってる可能性が非常に高い。だからこそ2で切ってるっていう感じですよね。この77が嘘だった時だけ、勝機ありって感じで、これが通すともう負けるかなっていう印象ですね。この6枚負けか8枚負けか逆転勝ちかを考えるところになります。ダウトします。よいしょ、ペロリ。本当ですね、このまま行かれるかな、おそらくは。そうですね、3枚出しなのか、もしくは、まあ、2枚上に持ってるとは思うんですけど、これ以上はちょっとブラフでも付き合えないかなというふうに思っちゃいますね。はい、まあこれが僕は納得ですね。こうであろうとは思いましたんでね。はい、まあスルーパスとなりますね。はい、でまあ8切りなりなんなりっていう感じですか。あ、2枚ですか。なるほど。2777、キングキング、この2枚、2、4、6、や、まあ基本本当かな。キングが嘘、一回ダウトでめくってみますか、どうなるかな。よいしょ、66です。じゃあキングが嘘だったのか、それともって感じですね。さあ、結構嘘をつきやすいという傾向の方でしたけど、お見事でした。じゃあちょっとリプレイしてみますか。ちょっとかけらが多かったら、見たくないんで、かけらいくつかねちょっと知らないんですけど、はい、私が4を出したところでまず2で切ってますね。で、いわゆるここに6677キングキングって持ってたら、まあ相手は全部本当だったってことになりますが、はい、7出してきました。で、これは僕がダウトして、これは失敗するわけですが、このあと、よいしょ、これですね、これが本当だったかどうか、必要なかけら3個、まあ配信なんでね、動画なんで見てみましょうか。これが本当、いやーすごい。じゃあペアが3つあったんですね。じゃあこのスルー自体は合ってたけどっていうことでしたね。はい、スルーして、いやーすごい。ペア3つか。2とペア3つだったんですね。めちゃくちゃいい手ですね。これにはちょっとなすすべなしって感じでした。はい、ということで6枚負けと8枚負けを比べて8を選んだんですが、その後10枚負けに膨らんでしまったということでした。はい、ということでこんなところでございましたが、いかがでしたでしょうか。相手の手がいい時には結構負けるを選択するかどうかですね。相手の手がいいと思ってこっちが受け入れていくか、いやそんないいことないだろうと思ってやっていくかっていうのが結構ポイントになるかなとは思うんですが、はい、皆さんは相手のことをどう考えるでしょうか。僕は今回結構いい手の人にはやられてきたなという感じでしたね。はい、ということで今回はバンザイアタックが成功したいいところもありましたので、
負けそうな手札でもね、どんどん勝負手を打っていってダウトを誘っていくというのはいかがでしょうか。以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。